専門家筋の予想は真っ二つに割れている。スタミナ重視派は組んだ場合猪木の勝ちと、スピード重視派はウィーリーの瞬発力に軍配を上げ、双方に共通した予想、それはどちらが勝っても KO という一点だった。世紀のイベント決戦のゴング、第1ラウンド開始です。イノキコールが流れています。早くも流れています。さあルイリーが足を使います。軽快な人は互いに左半身の体勢です。今日では上回っています。イノキが飛び込もうという体勢、ウィリーはかわしています。ロープに飛びます。猪木、櫻井さん、はい、ウィリー落ち着いてますね。落ち着いてますね、はい、本当に自信があるんでしょうね。これね、よくね、この見てますよ、猪木を ね、はい、1ラウンドから一瞬の隙を見逃せません。試合開始から今ちょうど1分が経過したところであります。猪木特有の格闘技戦で使います。クラウチングスタイル、左の軽快なジャブを見せました。ウィーリー、しかしこれは距離を取っています。猪木、猪木前蹴り、これはかわしています。ウィーリーもですね、はい、いけないんですよね。ははもうあと一歩行けばいいんですよね。これもいけないですね、やはり組みつかれるのを懸念してということでしょうか。猪木もですね、いけないわけですね。後ろ回し蹴り、これは手を振っている。猪木がかわしています。後ろ回し蹴り、あるいは横蹴り、猪木はかわしています。まもなく第1ラウンド半分がちょうど経過いたします。緊迫した試合展開、2人のこの格闘家としての実力から言って、おっとローキック、右のローキック、猪木の左の足を捉えました。この2人の実力から言っても一瞬先手を取った方が勝利、こういうことも考えられます。猪木は正バックでかわしている、踏みついた、体を入れ替える。ウィリーも素早くロープサイド、体を入れ替えました。ウィリーもよく読んでいます。猪木の踏みつきをよくかわしています。さあウィリーが左半身の体勢から、猪木が蹴り、ウィリーも前蹴り、いやローキックであります。右のローキック、猪木のふくらはぎのあたりを捉えました。さあパンチだ、猪木がブロックしています。さあ来いという表情、猪木落ち着いています。猪木が蹴りを見せますが、前を張っている。ここで第1ラウンド終了のゴンが鳴りました。このラウンド、まずは第1ラウンド五分と五分、優劣に差はありません。組んで猪木、離れてウィーリー、そんな言われ方もしておりますが一概には言えません。2人とも研ぎ澄まされた双方のテクニックを持っております。空手かプロレスか、そういうことよりも猪木かウィーリーか、これでやりましょう。さあ前蹴り、これは効いておりません。さあ軽快なフットワークです。ウィーリー左のパンチを伸ばしましたが、猪木がバックステップでかわしています。コーナーサイド、山本さん、はい、まあ、猪木もですね、はい、第1ラウンド蹴りを見せましたよね、はい、まあ、これはただ踏みつくだけではないということですね。そうですね、さあ蹴りをかわしてロープサイド、猪木が足を取るか、膝蹴り、この膝蹴りが怖い、このボディへの膝蹴りが怖い、踏みつき球の膝蹴り、これは警戒しなくてはいけない。こういう膝蹴りはですね、もう力が出ないんですよ。あ、そうですか。例えば100は力があってもですね、30ぐらい切れないんですよ。あはは、力を半減しても膝蹴りか、ヘッドバット、さあウィリーのヘッドバット、猪木のヘッドバットは過去の格闘技戦で定評がありますが、一方のウィリーのヘッドバット頭突きもこれは定評があります。猪木が先に仕掛けました。お互いの気性の激しさ、猪木は1回戦、おっとウィリーの前蹴り、蹴り、膝蹴りです。さあ猪木は足に組みつく、寝技は5秒以内、寝技は5秒以内、ロープブレイクもあります、ロープブレイクもあります。しかし第2ラウンド早くも山を迎えた、ロープサイドです、持ち出てリングした、リングしたは15カウント、
リング下は15カウントです。ステーは15カウント。これは危ない。猪木が下になっている。パンチあるいは入り口を連打させます。リー・ウィリアムス、これは早く引き上げなくてはいけません。山本さん、はい、これ早く上げてもらいたいですね。今ゴミが打ち直されました。さあどういうことでしょう。これはどういうことでしょうか、櫻井さん。まあ、リングアウトカウントが入ったようですがね、はい、引き分けっていうのはないわけですからね。そうですね、はい、僕なんですか分かりませんけどね、多分お互いにですね、自己責任が入ってしまったと思うんですよ。そうですね、これはですね、絶対に無効ですからね、中に入っていけません。そうですね、猪木は中に入れて試合続行ですね。猪木の額から顔面のあたり血が流れております。これはリング下でのゴミ合いで来たのでしょうか。リリーは盛んにパンチ、チキン、あるいは右打ちを連打させておりました。右打ちは絶対に手出してはいけません。そうですね、この試合一定期のイベント、絶対にぶっ壊してもらいたくありません。早くも第2ラウンド当然としています。これはね、レフリーはですね、はい、早くそのリングに上がるね、処置をしなきゃいけませんね。レフリーは15秒の場外カウントアウトを宣言したが、観客は収まらない。ファンの皆様、この試合は皆様が楽しみにしておられた大試合で、このような形で決着をつけるような小さな試合ではありません。私は立ち会い人の経験といたしまして、両双方の言い分を聞いた上で試合続行、第3ラウンドから試合続行。さあ第3ラウンド開始。猪木の出血はそれほどひどくないようです。さあ猪木がリング下にエスケープ。これはプロレス流です。これはうまい。ウィニーのパンチの猛攻、猪木はかいくぐりましてリング下にエスケープ。櫻井さん、はい、まあ、こういう処置でですね、はい、インターバルを置くというのは得策ですね。そうですね、これはもう一つのテクニックですね、飛び込んで捕まえれば猪木有利、こういう意見が体勢を占めている中、しかしいくら猪木のようにこの鍛え上げられた体でもウィリーのパンチあるいはキックをもらえばこれは一発で沈む、そういった可能性もあります。相打ち、猪木の左手打ちとパンチが相打ち。猪木がかわした、タッキングかわした。さあ倒しました、猪木がテイクダウン。さあ足を取りに行く、猪木足を取りに行く。この体勢から関節技がある。ロープサイドに逃れる、ロープサイドに逃れる。さあロープサイドからもう一回リング下か、リング下に転落。これは速やかに処置してもらわなくてはいけない。ステーキの下に傷がついてはいけません。リング下は15カウント、ルールでは15カウントと決められております。2人が揉み合っている。今ウィリーが一手早くリング内、猪木が遅れてリングアウトを伺う体勢です。一説にはこのウィリーの拳の破壊力はモハメド・アリ、全盛期右ストレートの衝撃度195キロを上回り、キックは250キロと引いております。でね、要するにあの新日本プロレスと極真会館がずーっと昔からいざこざがあって、一回どっかでその、ね、ぶつかるないとこれ終わらないだろうという、そういう思惑が新日本の側にも大山先生の側にもあってね、その、まあ、各代表だなあ、うん、ここであの要するに一戦交えたという、ね、もうこれ必然的に出てきた、まあ、流れの中から出てきたこれマッチメイクだな。それだけにこの、うん、この時の猪木も1回戦ワンラウンド終わった時、背中ね上が終わってコーナーに戻ってきた時汗だらけで、大した攻防ないのにね、だからその精神の緊張がそのなんていうの、非常に見て取れたな、はい、汗をかかないので有名な選手ですからね。そうだ、うん、それがね、1ラウンド終わってもコーナーに来た時、俺は猪木のコーナーのちょうど真下にいたんだね。背中一面の汗だったんだ。それだけこの要するに試合の動きはないまでも先々読んでこう来たらこうするこうする、こう要するに緊張が圧迫か、これだけの重圧感を与えたらそのやっぱりウィリーったら大変なもんだよ、
普通ね、あのプロが要するに3倍アマチュア強くなきゃプロに勝てないっていうのはもうどこの世界の囲碁でも将棋でも言われることだけども、このウィリーだけはその猪木の3倍別に強いわけじゃないけども、なんていうの、アリの時もよりもむしろ逆にもっと苦しめたんじゃないかな、猪木選手を、はい、そういう意味で彼、アントニオ猪木、石格闘技5路線ずっと走ってきて、やっぱり最強最大の敵だったからね、ウィリーが。それは俺がその極真からコロコロ試合問題やってた頃かな、だから言うわけじゃなくて、そのウィリーを取る、要するになんていうの、本当のあの熊殺しのパワーを出させないまま試合を終わらせた、やっぱり猪木のその見えない強さってのがあるよね、はい、表に出てきてない強さね。でどうしてもやっぱりこれ見てると分かるけど、猪木が試合をリードしてってるね、猪木があの誘ってウィリーが攻めるっていう、猪木から絶対行ってない、この辺りがやっぱりプロの怖さ、ゲーターリーゴクが上げて待ってる感じね。それでよくあの寝技が絶対強い、立ち技寝技に勝てないなんていうのも、ちょっとまだ知らない、格闘技知らない人の意見だってさ、立ち技だって強いんだよ、寝技が。最近それは分かってきた、やっとな、はい、うん、この間の試合なんかでもそうじゃない、ホイラーとその桜もあるじゃない、ね、立ったまま寝てるやつと一回でも攻められる、だからある程度レベル以上いかなきゃ、ね、まあ、それは言えないけどもさ、はい、だからその猪木がこれやっぱり、ね、寝てそのウィリー誘えばよかったんだろうけど、寝て誘ったって言ったらそのウィリーが攻めてくる、そのアリみたいにはいかないというのはもう彼の頭の中があったから、こういう試合になったと思うんだよね、はい。で上腕に怒ってるのは怒っただけでウィリーの上になってたりさ、はい、ねえ、いろいろと今も、高田ヒクソン戦とか、うん、世紀の試合と言われる試合がたくさんあるんですが、やはりそれとは緊張感の違いというか、うん、はい、要するに選手が生きて外場出れるかどうかっていうようなことは今ないよね、はい、この試合に限ってはそういうあれがもう濃厚にあったわけだ、不安も空手が勝った場合、空手ファンは要するにプロレスファンにやられちゃうんじゃないかとかさ、はい、そういうもんビエーって見投げてたよ。こういう試合、要するにさ、ヒクソン高田戦のそのなんていうのは、要するに試合だけのこの、ね、場外何も関係ないよね、はい、これ全部場外が会館、国技館っていうの全体をこの要するにひっくるめちゃった、そのなんていうのオーラだな、本当の真剣勝負だと。うん、これはだからそう、まあこれ以上続か、お互いの精神力がもうここでなんていうの、摩耗しちゃったっていうか、あそこまでが限度だっただろうな、はい、あとはお客さんが見ててもう本当にこれがなんていうの、暴動に。